株式会社ロジック&デザイン代表取締役の佐藤公明でございます。よろしくお願いいたします。弊社はですね、画像鮮明化アルゴリズムの開発およびその周辺機器の開発販売を行っております。どんなにカメラが良くなっても悪条件の時にはそれなりにしか映らないと、そういう時に弊社のこのアルゴリズムを使っていただくと自動的に鮮明化してあげるというアルゴリズムでございます。鮮明化するのにフォトショップと使われてたということがあったんですけども、そうすると加工になってしまうんですね。で、弊社のは映り込んでいるけれども再現できていないっていうものを再現させるだけなのでオリジナルなんですね。なので、まあ、極端な話ですね、裁判で証拠品として提供できる、加工しないっていう、そこが一番の決定的な他との差です。一番大きなやはりそのセキュリティ関係ですね、監視カメラに対しての、まあ、このアルゴリズムの、まあ、普及といいますか、それ以外の分野でもドローンを使って伝送線の検査をするとか、幅広いニーズにカスタマイズして対応するっていうようなトータルで鮮明化だけに特化している会社っていうのは多分当社だけだと思います。アルゴリズムの基盤というのはそれなりに大きくなっておりますので、これをまあ小さくしたりと、要はチップ化するということなんですね。これをやりますと、あらゆるところで当社のアルゴリズムのリサというふうに実は名付けてるんですけども、リサが見守ってますよ、リサが入ってますよ、だから安心ですよみたいなですね、そういう展開ができればなと、いわゆるリサの普及というものをまあ中期的なゴールにしております。幅広い意味で何かこの技術を提供できないかなということで、社会貢献というのを非常に重きを置いていこうというふうに思っておりますので、まあ、5年後ぐらいにはこの会社自体の存在意義を社会に問うという意味では、やっぱり株式の公開というものを視野に入れてビジネスの展開を図っていければなというふうに思っております。